川崎750ターボは、川崎重工業が1984年に発売した 750cc の下級機付きオートバイである。1970年代後半、排ガス規制によって、全般的に出力の低下した四輪車は、出力向上のためにターボチャージャーを採用し、ターボブームが巻き起こった。1980年代に入り、 それまで空冷自然吸気エンジンが主流だったオートバイにも世界初のターボチャージャー搭載車が登場した。1980年にホンダ CX500 ターボが登場。1982年にヤマハ XJ650 ターボ、スズキ XN85 が登場した。当時ターボチャージャー搭載車を市販車として持っていなかった川崎も1981年の 東京モーターショーには、すでに750ターボのプロトタイプを参考出品していた。翌1982年のケルンショーでは、正式に量産モデルとして披露され、2年後の1984年に、デリバリーが開始された。日本の4メーカー中で、最後発となった動車だったが、最高出力は他メーカーのターボモデルを大きく、上回る 112PS であった。また、 セパレートハンドルやバックステップ、当時は最高の速度レンジであった V レンジタイヤなどを装備していた。0から400メートルタイムは10.71秒で当時、世界最速、最高速度は時速235キロメートルであった。車体は高出力に対応するために大口径のフロントフォークと体型ディスクブレーキ、強化クラッチを装備した。 750ターボは z 7 5 0シ c や Z750GP などと同様に Z650 ザッパーをベースとして設計されている。サイドカバーやアンダーカウルなどには1981年の東京モーターショーで公開されたプロトタイプの外観衣装と同様にリベット風の処理が施されていた。 しかし他社も含めてオートバイのターボモデルはすべて日本国外輸出専用で国内販売はなかった。また750ターボの価格はフラッグシップモデルの GPZ1100 より高価であり当時のエンレート換算で230万円以上の価格が設定されていた。川崎は車体の設計段階から750ターボをレースに転用できるよう計画していた。 その一つがエンジンコントロールユニットのデータである特定の配線を一本切断するだけでブーストアップと噴射燃料増量を行うレース用の制御データが実装されていた。もう一つはターボチャージャーに走行風を直接導入するインテークダクトで川崎純正レース専用パーツとして車体開発に並行して試作されていた。ターボチャージャー近辺に設けられた。 アンダーカウルの異常は、レース専用インテークダクトが接続される空気、取り入れ口となる予定だった。これらの情報は、行動上で使用することが、前提の一般ユーザーには公表されていなかったが、川崎内部文書の流出後は、ユーザーの間で、レースモードと呼ばれていた。モディフィケーションフォーレース ZX750E、750TURBO.com ピアニッシモ12011年8月20日閲覧。モディフィケーションフォーレース ZX750E750EURBO.com ピアニッシモ42011年8月20日閲覧。ありがとうございます。